牛乳さんから盛り付けたら食べよう。うまっ、ちょっとうまっ、あの高野豆腐に近い感じの、これ僕らだけますね。あ、どっちか今あの、さっきは85度以上だったけど、今適温ですね。42度。今あの、大きいヘラであの鍋かき混ぜるっていう夢叶えましたけど、ね、あれ夢やった。死ぬまでにやりたい1万のことの一つです。1万もったいですか。ちなみに他は何があった。あ、59g も作るとか。今日ここでやりました。やりました。自分たちで作ったからか、それが主観な。作ったって言っていいか分かんけどな。あの部分しかしないから。愛情はそうやな。ほんとだ、牛乳ばあそこのなんか真ん中の方で立ってらっしゃる栄養士の方いらっしゃる。はい、あの結構立ってる人結構多く目立つと思うんですけど、あの、まあ、何かあった時にパッと動く人と、あと栄養士の人がいてまして、栄養士の人があの基本的に献立考えて、その献立の中でそのじゃあ砂糖どれぐらい入れようかな、醤油どれぐらい入れようかなっていうのをやるんですけど、まあ、基本的にはあの何回もやってる献立が多いので、今回はあの980人分やから何本入れようかっていうのをやってみてますね。1人当たり何本 でそれが大体こう、あの時辛かったなとか思ったら次の時にちょっと減らしてみたりとか、ね、そういうのをこう何年も調整しながらあのやってます。レシピができている。レシピができている。食材が重ならないようにっていうのをしてるんですよ。だからあのカレーが2日続くとか、そんなレベルでもなくて、本当にあの豚肉、今日豚肉作ったら明日は豚肉やめようか、魚にしようかとか、そんなんでこう1年間の、で当然その今の時期でしたらまあこれが美味しいやろなっていう、その旬のものとか、そういうものも織り込みながらこういろいろ献立考えて作ってます。2の方、京都線。これボツで。